これがモンキーボルトか。最後危ないよ、最後高いよ。あ、大丈夫。どうもパルクール系 YouTuber の中野シオンです。今日はパルクールやったことない人にパルクールをしてたらどこまでできるようになるかという企画なんですけども、こちらにねパルクールをやったことないコウキくんが来てくれてるんでね、こちらのコウキくんに命がけでパルクールやってもらって、生きて帰れるのか生きて帰れないかをね検証していこうかなって思うけど、コウキくん最後何か言い残したことありませんか。死にたくない。頑張っていきましょう。今日挑戦していただく技がね、モンキーボルトっていう技で、両手を使ってね腰ぐらいの高いところだったりレールをねかっこよく飛び越える技なんだけど、このモンキーボルトを使ってめちゃくちゃ高いところ、もうコウキくんに飛んでもらおうかなって思ってて、本当に怪我しちゃうからレベル1からレベル3といった低いところから高いところに挑戦していって、モンキーボルトになれたらめちゃくちゃ高いところに飛んでもらおうかなって思って、できたらリタイアしてほしくない。いや普通にね妥協するのもパルクールなんで、まあリタイアかも。できたらしないようにお願いします。でもねレベル1でリタイアしたとしてもレベル3は絶対やってもらおう。まあ覚悟しておいてください。じゃあしたら早速ねモンキーボルトのやり方をねちょっと解説していこうかなと思うんですけど、両手をつきます。このついた両手のこの間、これを足を通します。これがモンキーボルト。これも挑戦してもらおうかな。わかりました。はいはい。あら、上手でした。どうしよう。ちょっとさ、尺伸ばしたいからさ、尺伸ばしたいんで、ちょっと失敗しておこうか。いきます。エンターテインメント。あらー、そりゃそうなるよ、最初はね。飛び越えれませんもんね、最初はね。大丈夫。飛び越えれなかった人用に練習方法ありますから。そう、順調かったら誰でも大きいことでいいから。じゃこの練習方法やってみましょう。これ最初に、こう、行き詰まると思うんで、その手の手前、手の手前に最初足をつく。で、これを飛び越える。これを徐々に徐々に、さっき手前についてたけど次は真ん中ぐらい、真ん中ぐらいに足をついてまた飛ぶ。足つく場所もうちょい奥にして、お、だいぶ奥。おお。最終的にここにさっき足ついたからもう足を通り越しちゃう。ポンポンみたいな感じで、ちょっとずつね手前に足を置いてたのをだんだん足を奥にしていって最終的には飛び越えるっていう練習法をするともう一部できるようになるんで、こんな感じでやっていきます。わかりました。おっ、あ、惜しい。ほっ、ああ。どうだったか。次でいけそうな気がするけどな。どうだろうな。おっ、よいしょ。おー、できたー。やった。レベル1完成です。おめでとうございます。そういった接客業で働いてるじゃん、うん、お店のさ机とかでさモンキーボルトやってドリンクとか渡したらモテるんじゃない。確かに。お客さんがおってドリンク決めていくって。一の接客業マンになれるんで、本当を使ってねお仕事もね挑戦していただこうかなって感じなんですけど、レベル1成功ってことでレベル2いきますか。次、はい、ここでね皆様に言いたいことがあるんですけど、今日パルクールでね野外の撮影してるんですけど、野外の撮影で困るのって実はネット環境で、ここの Wi-Fi 使って安全なのかなとか、個人情報盗まれたりしないよねとか、いつも僕って戸惑っちゃったりするんだよね。そこで紹介したいのがサーフシャーク。サーフシャークの VPN を使えば100カ国以上に設置された3200以上のユーザーに接続可能で、簡単に IP アドレスを変更することができます。サーフシャークを使えば日本では見られない他国の映画が視聴可能。そしてサーフシャークは安全なレベルのセキュリティで、変な広告が来た、ウイルスに感染したかもってね、インターネット使ったことあるみんなはこう思ったことがあるよね。でもサーフシャークを使えば変な広告ウイルスから守ってくれる。で今ならねここでね概要欄に書いてるシオン PK というクーポンコードを入力すると特別価格プラスで3ヶ月分無料で利用ができます。さらに30日間の返金保証付きです。ぜひ利用してください。詳しくは概要欄を見て、ね、さてネットも安全なったところでねパルクールも安全にしていきますか。次レベル2です。ここはモンキーボルトで飛び越えてもらおうと思います。これ首ぐらいの高さがあって、これ飛び越えるのって実際ね普通に危ないし難しいと思う。そう、自信ある。これやるしかないよね。やるしかないよね。いやさっきさ、本当にさっきモンキーボルトできたばっかりじゃん。そんな急にこんなとこ飛び越えるって言うともハードすぎますよね。で、ここね、ちょっと裏技があって、ちょっとこっち側見ると、ね、優しいよ、段差が。あら、身長ぐらいの高さがある。奥行ったらさっきね、身長ぐらいの高さだったけど、お腹ぐらい。お腹ぐらいね。ちょっと夢トレしつつ、最終的にここを目標に飛んでもらおうかなって思う。はい、レベル2、これ一気にレベル上がりますけども頑張っていきましょう。はい、腰ぐらいの高さがあって初心者の方にここモンキーボルトしようってみんな躊躇するぐらいの難しさ、段差があるんで飛びますよ感覚で飛んでもらおうかな。飛んでもらおうかな。いきます。ほい、さあいけるかな。さあいけるかな。さあいけるかな。い
きました。おー、クリア。思ったよりちょろかった。うん、じゃあね、腰ぐらいの高いところ飛んだんで、どれくらいだ、乳首ぐらい、胸です。あ、胸胸乳首あたりの高さですけども、結構高い。高いね。さっきここだったのに一気にここら辺まで行っちゃうから、さっきモンキーボルト覚えたばっかりでまだほやほやですけども、もうパルクール中級者レベルぐらいのことさせちゃいましょう。はい、モンキーボルトのお手本参ります。これ結構モンキーボルト高いんで、もう落ちながらボルトするっていう感覚なんやけども、やっぱちょっと高いから滞空時間が長く感じた。シューって本当にシューって降りながらやる感覚ですね。コウキくん、モンキーボルト自信ある？自信ついてきました。あ、ついてきた早いね。これもうあれじゃん、コウキくんが働いてるところってビルだっけ。ビル、コウキくんのビルぐらいの高さあるんじゃない。これも確かに5階やもんね。もしこれをモンキーボルトで飛び越えることができたら、1階とかで待ってるお客さんがね、もうエレベーター乗らんでいい。あー、エロ、窓から。あー、なるほどねすぐ帰れちゃうから、これできたら、まあ職業にも使えるってことで。いけそうっすか。もう油断ダメよ、油断しちゃダメよ。よし、はい、さあできるか。おー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 いよいよ来ました。レベル1もやって、レベル2もやってね、だいぶモンキーボルト上手くなって、レベル3です。後ろのやつ見てもらう感じ、さっきまでやってきたモンキーボルト、あれと段違い。バリの頂上です。バリの頂上、バリの頂上。これ3段あるんすよ。僕もやりたくないな、これ1段1段身長分ぐらいあって嫌だな。今回難しいのって、地面をモンキーボルトしなきゃいけない。飛び越えるものがない方がモンキーボルトってね、難しいし、油断しちゃうとね、普通にこれ引っかかっちゃったりする。結構初心者にはパワハラ並みのモンキーボルトですけど、というと、まずは僕ができなきゃいけないんで、ちょっとお手本タイム。じゃあモンキーボルト参ります。しよう気をつけてくださいよ、これ冷静に、これ高いっすよ、結構。大丈夫ですか。いきます。はい、よしよしよし、気をつけて気をつけて。最後危ないよ、最後高いよ。あ、止まりましたね。もう一回やらせてください。よくんだ。うん、高いって言ったけど、あ、僕のビビったよね。あ、ごめん、パルクール中に急に喋りかけられるとびっくりしちゃうからね、止まっちゃう。絶対成功してる。お、1段2段3段、いけるか。4段、2段3段、いけるか。4段4段、あ、あれ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 、大丈夫。イエーイ、あ、いけた感じね。よかったよかった。なんでよかった。あ、そうよ、オープニングで生きるか死ぬかっていう検証だったけども、検証結果モンキーボルトをパルクール初心者がやっていきました。よっしゃー。はい、ってことでね、パルクールやったことない人にパルクール教えたらどこまでできるようになるかという企画だったんですけども、普通にパルクールの上手い人並みにレベルが上がった。でもコウキくんさ、最近全然運動してないんだよ。ハンドスプリング講座の時以来、8年前の。見てる視聴者のみんな、僕のモンキーボルトのやり方を見て、みんなもちょっとモンキーボルトやってみたらできるようになるんじゃないかな。なるよ。この動画を見つつモンキーボルトできるようになってみてくださいね。ってことでパルクールできたー。バイバイ。